名曲マドンナたちのララバイ、これが流れ出すとゾクゾクしましたよね。2時間ドラマ火曜サスペンス劇場、80万枚の大ヒット曲を歌ったのが歌手の岩崎宏美さんです。もう61歳になったそうです。一時お姿を見かけなくなりましたが、今ではまた元気に歌ってらっしゃいます。岩崎宏美さん、実は数年前に壮絶な経験をされたといいます。どういうことなのか気になったので調べてみました。岩崎宏美さん、バツイチで再婚されています。現在の夫は10歳年下で劇団四季出身のミュージカル俳優の今拓也さんです。2人の馴れ初めは舞台レミゼラブルでの共演でした。7年半の同棲を経てゴールイン。2009年4月30日、岩崎さん50歳、今さん40歳での入籍でした。今は幸せいっぱいの岩崎さんですが、今拓也さんと結婚される前の17年間は、それはもう、筆舌に尽くしがたい苦しみを味わったといいます。岩崎宏美さん、最初の結婚は1988年。有名財閥の創始者増田隆さんのお子孫でエリート商社マンでした。芸名も増田宏美と変えました。1989年と1992年に2人の男の子を授かったのですが、1995年協議離婚。その時まだ長男が5歳で次男は2歳でした。進展は旦那さん側がいることになり、子供とは2ヶ月に1回しか面会できず、その後元夫の再婚に伴い子供たちの養育権まで剥奪された岩崎さん。当時元夫の提訴も考えましましたが、後半中は子供に一切面会させないと通告され、泣く泣く断念。元旦那夫妻は2人の息子を連れメキシコに転勤となりました。最愛の子供たちを手放さざるを得なかった上に、遥か遠くの地に旅立った息子たちと会うことすらできなくなって、岩崎さんは心療内科に通うほど身も心もズタズタに引き裂かれたのです。その後岩崎宏美として再び歌手活動を本格的に再開。岩崎さんは今さんと出会い結婚。その幸せも束の間、とんでもないことが岩崎さんを襲うことになるのです。2010年9月頃、実の父親から提訴されたのです。どういうことかというと、取締役だった父親が娘の岩崎宏美さんに辞任させられたことを不当としての訴えなのですが、肉親だけで成り立つ会社なのになぜ。そのことについての岩崎宏美さんの主張は、岩崎宏美さんの父親が25年も愛人との不倫関係にあったことや、岩崎宏美さんの会社をお父様所有のビルから引っ越ししようとした際に、お父様が岩崎宏美さんの顔面を殴り、頬の骨にひびが入ったりなどと、とんでもない泥沼の争いになったのです。それだけではありませんでした。岩崎宏美さんといえば、2001年歌手の宿命というかボリープ除去の手術をしていますが、実はそれだけではありませんでした。2015年4月のとある情報番組の取材で、バセドウ病と橋本病であることを告白。それは2001年のこと。ダイエットもしていないのに体重が減り始め、やがて更年期に近いような症状で汗が出たり心臓がバクバクしたり、めまいや耳鳴りなどに悩まされます。検査の結果、甲状腺ホルモンの異常によるバセドウ病、橋本病との診断結果が出ました。バセドウ病は体重減少や激しい動悸、息切れや倦怠感などの症状が出ます。橋本病は甲状腺が腫大したり甲状腺機能に異常が起こったりする病気。息切れしたり手が震えたり、マイクを持って手が震えてもこの人は緊張していると思われるのに、
さらに膝が笑う状態だったので、すごく不安でした。その中でステージに立ち続けてきたことを告白。現在は薬を服用しながら、持病の一つと思って、上手に付き合っていきたい。と気丈に話しています。そんな岩崎宏美さん。今年でデビュー45周年。記念すべきデビューした4月25日には、NHK 大阪城ホールでのコンサートが決定。そこでも歌われるであろう名曲の、多くに携わった恩師とも呼べる人と、こんな印象深いやりとりがあったとか。その恩師とは、作詞家の子、阿久悠さんです。デビュー曲、デュエットから、シンデレラハネムーンまで14曲連続、アルバム収録曲を含めると、全部で60曲もの作詞を手掛けています。約3000曲とされる阿久悠さんの作品中、一人の歌手に60曲の作詞を手掛けた例は、おそらく自分だけではないかという岩崎宏美さん。その阿久悠さんとの忘れられない思い出があるそうです。当時から岩崎宏美さんが不思議に思っていたことがあるそうです。それは自分の思いが阿久悠さんの作詞に、ことごとく見事に反映されていたこと。中でも1977年9月発売のシングル「思春期」の歌詞は、岩崎宏美さん自身が半年前に高校を卒業した時の情景が思い浮かび、感極まってレコーディングに余計に日数がかかったほどだとか。その魔法の謎が解けたのは NHK ラジオ番組での特集でのこと。そのことを阿久悠さんに聞いたら、僕は学生時代、友人のラブレターの代筆をよくやったんだ。名前だけ聞いて、もちろん顔も知らないし、プロフィールも聞かない。想像力だけで書いていたんだよ。と帰ってきたのだそう。しかも、それは、滋賀天国に旅立つ。わずか3ヶ月前のことでした。とんでもない歌唱力の歌姫に、とんでもない作詞家がついていたんですから、出す曲が売れるべくして売れたのは必然だったんでしょうね。まさに赤い糸で結ばれし天才同士だったわけです。そんな岩崎宏美さんも2013年には最愛の二人の息子たちも成人し、初めて自身のコンサートに呼んで、その目の前で熱唱することができたのだとか。まさに事実上の奪還を17年がかりで果たした瞬間と言えるでしょう。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私は岩崎宏美さん、タッチを歌っていた妹の岩崎芳美さんの可愛い歌声とは違って、聴く者を圧倒する歌声は若い頃よりさらに迫力を増し、味が出てきています。思わず聞き惚れてしまいますが、その表現力は実は彼女自身のこれまでの壮絶な半生があったからなのかもしれません。これからも応援しています。頑張ってください。それではまた次回お会いしましょう。